the pie, the put the pot, yeah. The put the pot, bye, set the potato, the potato. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your glass, made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro, to and fro, back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feel it when you hear the lyric, yeah. 結構ややこしい感じなんですね。いや、多分ね、めちゃめちゃ簡単なんですね。ちょっと初めて開けたので。あ、すみません。今は難波の、難波パークスにあるオレンジに来ていますけど、小川テントに合うようなテーブルを見つけたので、モンベルのね、立ててもらってます。店員さん2人にモンベルのホールディングテーブル、こっちが2番目、これ広げることも多分できるんですよね。で、この辺に天板して、まあまあ大きいな。ワイドって書いてある。これが4から6人用なんで結構大きいです。もう一つ、2、3人のやつとかもあります。2、3人のやつってどれぐらいのサイズ感だか、ね、あ可愛いですね。あ、可愛い。なんか木目が、はい、これが2人から4人用なんですけど、これで、可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、可愛いですね。可愛い。これぐらいのサイズ感になるんですかね。70なんで。70、はい、ほんまにこれぐらいですね。そうですね、半分よりちょっと大きい。これがだいたい 1.5 倍ぐらいで、うんうん、で一応この天板がリバーシブルになってるんで、両方とものちょっとこっちの方が濃いんですけど、はい、薄いの。あ、これも70。あ、このぐらい。これぐらいある。まあまああるな。あるな。でも5人家族やもんな。5人ですけど、なかなか5人で行かないですよね。ああ。どうする。悩みます。悩むなこれ。悩むサイズ感。サイズ感。うん、ここら辺まであったから。これね、で、あれなんですよね、足の高さって。足の高さって、これがいい。こうなんの、スケールがありますね。あ、なるほど。あ、3つついてるので、ここで、あの、ずらしてもらったら、高さちょっと変わります。と、はい、高さも変わります。あ、本当ですか。これが一番高い状態ですか。これ一番高いです。あ、一番低いです。だって、しゃぶ台みたいな一番低いやつ。これ一番高い。あ、一番高い。
一番低くて39センチぐらい。39。ありがとうございます。もうちょっとこの声あ、いいやん。ほんまにお座敷の時に行ける。で、3段階あるんですけど、39の次が54。54。あ、ここから、ここまで。うん、今このぐらいか。で、はい、こちらです。いいな。いいっすね。大きいの欲しいな。大きいの。大きいの。買うんやったら大きい方がいいかな。なあ。多分。いや、こんな綺麗な木目初めて見てんけど。買っちゃいましょう。買っちゃいましょう。これ買っちゃいましょう。裏ってだいぶ薄いんだ。いや、ちょっと若干ほら明るいね。袋もついてるんですね。おこれいいよな。家の前でバーベキューするときも使えば気分で薄いのと黒いのと。これってほんまに乗せてるだけですか。乗せてるだけですね。ここに穴があるの。ああ。ここに入れていただいて、はい、ここに、はい、こんなら釣れへんわ、うん、じゃあこれください。これもう欲しい。ありがとうございます。これいいですか。いいですよ。じゃあこれください。すげえな、カツカツだ。これやれちゃおう。ここじゃん。ありがとうございます。お願いします。いや、いいと思うよね。あ、いいと思う。これずっと使えるやん。ずっと使えるやん。使えるやん。それは言えてんの。もう買い直さんでいいやん。買い直さんでいいと思う。誰が教えてくれたんやったっけな。コメントが出てくれたんじゃない。あ、そうや、 YouTube の大倉海岸赤スケンの方。あ、もう見られないのとスノーピークのなんかも出てくれた。せやせや。いや、ありがとうございます。ありがとう。いい、ほんまにいいものを教えていただきました。ちょっとオレンジのポイントカード忘れたことを言わなあかんし。めっちゃ偉くなった。後付けできるのか聞いてみたいと思います。ちなみにこういう焚き火台いいよね。絶対軽いやん。ベルモントです。ベルモント。これでいいですか。めっちゃ軽いで。それでいい。片手で持てんねん。それがいい。これ畳めんやろ。だってパターン。あ、軽い。この色変えたね。あ、かわいいな。10パー引きやで。いやー、沼やな。沼や。はい、オレンジといえばこちら森西でございます。もう詰め替え用まで出ております。詰め替え用。詰め替え用出てます。あー、すごいな。美味しいもんな。今日は堀西さんはいないですか。見当たらないです。堀西さん。堀西さん。このフライパンです。あ、カペス。これです。あ、カ。
です。あと、もろ鍋です。おでんとかね。おでんもそう。おでん絶対うまいで。ちょっと思っております。絶対美味しいよな。じゃあ、お会計行ってきます。お金払ってきます。はい、みんなでレジの中でレジの中でいいですか見ていただいたあうちやって言って見させてもらってます、はい、ありがとうございますまたお願いします。いやめっちゃ嬉しい。初めて見てるって言われました、ね、見てるって言われた。どうですか。初めてです。でもお客さんでもなんか見てきましたみたいな人は何人か、はい、マジですか、はい、いたんで、でこれからも広めていってくれれば。いや広めますね、はい、めっちゃ広めます。ありがとうございます。あのよかったらあれですけどうちのステッカー本当ですか、もらってください。じゃあちょっと待ってください、うちのステッカーもあるんで。マジですか。いや嬉しい。こんなことある？こんなことあるっすね。やばい。めっちゃ嬉しい。すごい嬉しいっすね。いや、ありがとうございます。はい。いやまた使ってください。いや、もらいました。いただきました。嬉しい。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいんやけど。オレンジさん、推奨します。書いてやおうかな。コラッとか。またお待たせしました。ありがとうございます。はい。すいません。サービスカウンターってどこにありますか。サービスカウンターは近くだったら難波市。あ、市の中ですか。同じ階にあります。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。